はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今回ちょっと受けループですけど、まあ、トキギスとエースバンがね、入ってる感じで、ちょっと受け攻め両立みたいな感じになってます。で、これポリオン2受かんないのがやばすぎるな。エースバンから入んなきゃダメか。で、これだるいな。特殊を受けるのに、ハピナスじゃなくてこれバナ連れてった方がいい感じがしていて、エスバ不思議花アット1。まあ、クレベースかな。オノノクスとか、その辺考えると、あとボディプレイが、まあ一回ポリゼットかに打てたりっていうのもあって、これはクレベース欲しいかな。これでいきます。で、今回エースバンスカーフなんで、初手のゾラークにも一応、トンボ返りで、ケアが効くかな。ミミックだったとしてもクレベース引いていいんで、まあ、スカーフエースバーンのトンボ返りから、受け駒に引くっていう動きをやっていきます。初手がめっちゃ大事なんだけど、俺タウンタウンタウンノックスから来る。ただドロアークの可能性も捨てきれなくて、ここはトンボ返りから入ると。ドラークだったら多分死ぬんじゃない？まあ、オノックスにエースバーンが突っ張るかっていうところではあるから、まあ相手は引いてきたりしてんのかな？いやー、ドラークいるだけで結構めんどくさいな、これ。まあでも、トンボ返りされてるだけで、ドラーク抹茶死なないかな？これで、まあ、このオノックスの正体がわかると。これあれじゃん。はいはいはい。え？そうだよね、ゾロアークだよね。オッケーで、まあ、ここは不思議なので。何打ってくるんかな。で、裏にオノックスいること確定したんで、クレベースは大事にいきたい。ヘドバク、オッケーかな、それは。こんなもんだよね。で、まあこっちもこれはヘドバックでいいかな、さすがに。相手はゾラーク切りだね。木の実までいかないよな。なんか悪の波動の方がダメージ弱くね？ヘドバックの方が入った気がするんだけど、相手の攻撃。俺なんかスカーフエースバーンがでも採用して早速生きる形になったね。なんか受けループ、純正受けループ使ってたんですけど、なんかちょっとね、うまくいかなくて、順位めっちゃ溶けて、うにょーんつって、今こういう構築になってますね。ここはクレベース投げで大丈夫なはずだから、クレベースを投げていくんだけど、ゆうまいか。ちなみにオノノックスに対してさ、クレベースって鉄壁で間に合うのかな？間に合うよね、おそらく。一応ダメ消し、これ計算したことないんだよな。多分大丈夫だと思ってるんだけど。オノノクスが、A1 段階アップで、まあ、インファがちょっとだけど、まあ、盆の見込みで間に合うから、鉄壁でいいかな。さすがにオーボンあるから、これは崩せないでしょう。オッケー、リュウマイしたオノクス裏に流せるんだったらそれはオッケーで、はい、アシレーヌ出てくる。これだったらまあバナとクレベースくるくるする感じでのらりくらり行きたいかな。ただバナの方が多分消耗するから気をつけなくちゃいけないところではある。身代わり、まあ、これは安定だからね、相手からすると。結構厄介な技ではあるんだけど、ここはヘドバックで。で、まあ、アシレーヌを、ここで一回殴ってバナ削ってアシレーヌ引く感じかな。引き際にこっちは宿り押すのが安牌だけど。オッケー、身代わりぶっ壊れて、瞑想。瞑想じゃなかったらヘドバックで突っ張って3割裏のオンオクスに狙ってもいいなって思ったんだけど、こ
これだったらさすがにヤドリギかな。だからこっちダイマックス残ってるから、まあ強引に動けなくはないんだよね、どっかのタイミングで。あ、アイテム残ってるけど、これだったら枚数1枚多いこっちの方がダイマックス切った時に強いはず。で、瞑想身代わり、まあムーンフォトネットか歌型のアリアかとか、そんな感じだと思うけど、さすがに最近はこれで入れてたりしないと思うんだよね。メガネ最近とか結構困るんだけど、まあそれだったらエースバーンで殴るしかなかったし、しんどかったね。オッケー、ここはヘドバックでしばいて、でここでオノックス引くのかな。まあでもオノックスにそうしたら3割チャレできる上に四季までヤドリギちょっと回復してるから、トータル的にはプラスなんだよな。ムーンフォできた。これ等倍で入るから結構、あー食らうね。九州ふざけんなお前。まあいいよ、でも気の見圏内微妙にこれ気の見圏内までいかなくて、なんか今急所当たんなくて次急所で死ぬよりは全然いい。それよりはすっごいマシだけど、まあでもなんやかんやここで走れぬだいぶ。てかもうエースワンでここから捨て身打ってるだけで全部破壊できるんじゃないかな。ここもヘドバックで、で引くなら引くで裏にそう3割が押し付けれるから、これは全然 OK で。で、アシレーヌの瞑想2回分も流せてるわけだから、まあ、悪くないっすね。これ毒んないかな。あ、結構入るな。OK! 最高だな。で、オノクスもこれで時間経過で死ぬから、まあ、ここで釣ってくるぐらいか、やばいのは。まあでも、それだったらクレベース、いやークレベース捨てんのはまずいな。多分捨てさせてくんないんだよな。だから、微妙だな。まあでも、オノックスがこうなった以上、クレベースは割といらないっちゃいらないんだけど、あ、ここ相手引いてないんだったら全然いいよ。ダイマックスか？強引に来たな。ただこれなら、さすがにエースバーンで、オノックス切り返して、不思議バラで詰めて勝ちかな。オノックスのなんかこのさ、顔の横の、なんか刃物みたいのって、なんか、いいね。いいねってなんか、微妙だけど。別にそんなかっこよくはないけど。なんかちょっと今いいなって思った。斧みたいな。あ、だからオノックスなのか。そういうことか。ああ、いいじゃん。つられで、しばくわ。まあ、クレベースはもう、オノクスだけ見れればいらないから、ナックルも耐えるでしょ。耐えない？耐えるよね。オッケーオッケー。むしろ逆に、クレベ引きのタイミングでナックル耐えてた方がやばかったかな。まあ、盆の見込みで、で最悪こっちもダイマックス切ってもいいわけだし、なんやかんやなんとかなるけど。で、つららで多分倒せるでしょ。2発で止まってほしいな。オッケー、毒、耐えるよね、オノクス。耐えないか。クレベースも一緒に退場したかったんだけど。まあでも、アシレーヌが素早さと防御上げれないから、ここでバナ投げて、最後、エースバーンに突っ込んで終わりかな。まあ、B 方面、まあまあ硬いアシレーヌだと思うんだけど、バナで突っ込んで、込んでで勝ちだと思うけど、これは。相手悩むことあんのかな？勝ち筋ないでしょ。まあ、エースバーンがトンボ返り、火炎ボール、飛び膝蹴り、不意打ちとかだったら、確かに打点ないけど。それでも、シーマは突破できないでしょ。まだやってくると。やべ、この雰囲気でなんか自分と対戦相手の順位まあまあバレるな。せっかくちょ溶かしてるから隠してやってるのに。バレるじゃん。ちょっと、降参してくんないとバレる。早く、降参しろ。順位が低いのに動画にしてることバレるから。助けて。ムーンフォース、シーダウン狙いってこと？
全然効かないけどな。これはさすがにヘドバくれんだで。次のヘドバクで死ぬでしょ。オッケー。ここで降参か。はい。じゃあもう一戦いきます。はい。じゃあそのまま続けてもう一戦やっていきます。これはギャラドスいるからクレベース。で、ドヒドイドも欲しくて。特殊ドラパで死ぬからハッピーかなー。でもそれだと結局あれか。ゴリランダが無理になるか。って考えると、これちょっとよく考えないとまずいなぁ。それか、突っ込み気味に行くかだね。エースバーン、突撃っす。アット1みたいな感じ？あー、それもありだな。エースバーン、突撃っす。アット1。誰がいいかな。エスバトゲキ、まあドヒドイデかハピナス。ハピでいいな。ポリツと特殊ドラパに対応が効くわけで、それ以外をな。まあギャラドスがちょっと重いか。まあでも言ってもなんとかなんないかな。クレベース持ってくべきだったかな。でもクレベースがな、ギャラドス以外に基本的に、まあ、ゴリランダにワンチャンがあるぐらいで、そんなに強いポケモンじゃないから。あ、でも果たしてこの受け回しのコマを見て、ギャラドスを投げてくるかって話だよね。多分エースバン受けなんだよな、ギャラドス。だから、投げてこないんじゃないかな。相手の人背番号911だったよね。もう不謹慎じゃない？9.11 ってね。はい、裏押す。悪か。まあ、トンボで、突撃室繋ぐ動きでいいかな。いや、膝。いや、トンボだな。引くでしょ、さすがに。膝考えると。ダイジェットとか。で、タスキカウンターなら、多分トンボがそんな入んないと思うんだよな。だから、トゲキッスが死ぬようなことにはならないはず。これトゲキッス死ぬかもね。トゲキッス投げるけど。タスキカウンターやめろ、お前。トンボ、相手もトンボ返りか。じゃあ膝押せばよかった。スカーフってこと？スカーフで、まあ、こっちのスカーフケアしないで逃げようっていう話なら全然わかるけど、スカーフケアしないのどうなの。ギャラドス、ここでギャラドス出てくんだ。これトゲキッスダイマックスここで切っていいよな。突っ込んじゃったら美味しいと思うんだけど。でギャラドスさえ削れば、あとウーラオスもエースバーンで倒せるわけで、そうなると多分、エースバーンが相手止めれないんじゃないかな。で、まあドラパルトいたらちょっと困るけど、まあいたらいたで、多分特殊でしょう。あ、遅いね、このギャラ。まあじゃあやっぱエースバーン受けか。眠かごがうざいけど。だからこっちの方が早いって分かったから、ダイジェット打ち切って、相手がダイマックス切ってきたの見てから、こっちは、身代わり連打で、相手ダイマックス枯らして、エアスラヒルミに持ち込めるから、結局それはそれでいいんだよな。こう眠ってくるかな。ああ、普通に回復身か。これは次飛ぶね。さすがに飛び跳ねてきた。ダイマックスターン辛そうって話か。うん、まあここはうん、これひるんだらガチ怒るからね。ひるんだらじゃあ今ひったらそれだけは違うぞガチで。急所オッケー。まあ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 ひるよりは全然いい。まだ100倍マシで、多分、ウーラオス以外のもう一
体を受け出してくるかどうかだけど、でもギャラドスこの体力だったら、エースパーに受け効かないと思うんだよね。さすがに。エースバーをなんやかんや通せるんじゃないかな。で、相手の突撃室とかが出てくるんだったら、こっちハピに引いていいわけだし。まあ、ハピで見れるかっていう問題もあるけどね。救助当ててんだから、お前、ひるめよ。オッケー。当然。これで、エアスラがマジでね、突撃室の回復屋さんになってるのが、ガチで強い。あー、身代わり置きに来てえな。身代わり残せるんじゃないこれ。いやー、やすらでいいや。あ、引いてこないんだったら OK。やすらで。まあ、当然引かないけど、引いてこなきゃじゃない。いや、その、飛び跳ねる。まあ、でも滝だよね、普通。滝でいいところだと思うんだけど。なんかワンチャン身代わり残ったりしないかなとかって、思いません。はい、誰?ウロス。でかくなってくんのかな?ここで身代わりでいいや。で、ウロス S 上げる場じゃなくて、こっちは S2 ランク上がってるから、と思ったけど、トンボガエルおしごい。感知。エアスラ、怖くないんですかね。身代わり読まれてる?それか。そんなことないと思うんだけどなぁ。もうこれはエアスラでいいわ、さすがに。当てる。ナイスナイスナイス。ウロス飛ばして、これなんかいい流れだね。ラストが誰か、できれば弱いポケモン来てほしい。ゴリランダーはいいんじゃね。これはもらったでしょ。突撃室がめっちゃ活躍したな。あいつ突撃室に受け出しできるポケモンいなかったのか。どういうこと?受け崩しだけ考えてるってことか、選出は。はい。古尺なグラスシードね。そういうことだよね、でも。まあ、やすらで。突撃室これで切りながら突っ込んで。で、ゴリランダーに対して、エースバンでトンボ返りして、3ターン目に火炎ボールで勝ちかな。そうそう、実はね、エースバーンをずっと弱いポケモンだと思ってて、なんでかっていうと、なんかパワーこのポケモン全然ないじゃんっていう、なんかタイプ、リベルタイプ1なのに、全然なんか敵倒せないし、なんでみんなこれ強いと思って使ってんだろうなって思ってたんですけど、よく見たら、僕のエースバーン全部臆病でした。そりゃさ、火力、ね、みんな、まあ、陽気にしてたら普通は当倍だけど、臆病だから、マイナス 1.1 倍。ってか、その 1.1 倍分、減ってるってことじゃん?パワーが。それはさ、弱いよね。このエースバーンも、その名残、なんか、間違えて臆病で厳選してたみたいで、俺も、せっかく臆病で、ミント泣く泣く使って、いじっぱりにしたんですけど、エースバーンをね、そのせいでずっと、雑魚だと、勘違いしてたっていう悲しいエピソードがあります。あいつ何撃ってきたの?トゲキス死ななかったんだけど、死ぬと思ったんだけどな。ダイジェット?まずい。ダイジェットで S2 段階アップちょっと怖いな。え、待って、これ相手の、やばい、数値見てない。ジェットジェットかな?だったらここハピから投げて、ハピを捨てながら行くべきか。で、ゴリランダーが、チビになってから撃ち合った方がいいよね。S2 個上がってるもんね。やば。まあ、ハピはこれで切っていいや。ウッドハンマーに、ハピナスとかクレベースを投げると、ゴリランダーがすっごい削れて楽しいんですけど。巨大コランダー。な、俺はでもさすがにもらったかな。で、S バー投げて、なぜか僕の S バーフレアドライブなんですけど、火炎ボールの枠が。火炎ボール外して負けるみたいなさ、試合、こうなんか、多分全体の割合的にはそんな多くないはずなんだけど、やっぱり印象が強いせいで、なんかすごい嫌だなって気持ちになって、こうなっちゃいますよね。二段階アップとスカーフェイスバーどっちが早いんだろう。S バーの方が早いよね。
ああ、そうだよね。オッケーオッケー。相手火炎ボール外し甘えたべ。こっちはそれが怖いから、フレアドライブにしてるんだわ。反動が結構うざいけど。まあ、言うて、無限サイクルポケモンじゃなくてエースバーンは使い捨てポケモンだから、いいんじゃねっていうね。じゃあ、今日はこれで終わります。おっつ。